はい、どうも、のりまるです。今日も、失敗トレードを 送っていただいたので、その検証をしてみたいと思います。まあ、FX で利益を出すにあたってね、この、まあ、実践から得られた情報によるその検証作業っていうのは、まあ、ものすごく大きな意味があって、もうそこからしか得られない、まあ、貴重な経験値っていうのがあるんですよね。まあ、小手先の手法っていうのは、まあ、巷に溢れてるんですけども、それだけを、まあ、使用しても、まあ、現実問題、勝ち続けていくっていうのは、なかなか難しい問題であって。じゃあ、それは何が足んないのかなということになってくると、まあ、この検証、実践から得られた、失敗から得られた、情報から、まあ、それを検証して、まあ、次回に活かすっていうことですよね。何がいけなかったのかとかね。まあ、どうやって、見ていったら、まあ、改善する余地があるのかとか。うん、そんなことをね、まあ、振り返って、次回のトレードに活かしていってもらえたらいいかなと思います。はい。今回送っていただいたのは、これですね。2016年の5月の24日。今日は5月の26日ですね。今日から伊勢志摩サミットが始まるわけですけど、またね、ここで、まあ、経済に対してのね、まあ、何らかの指標だったり、まあ、方向性だったりが、まあ、各国の首相からね、うん、まあ、見出されてくるんじゃないかなと思います。今ね、ドル円は、この辺りでね、まあ、牽制のような動き、この強い下落に対しての、まあ、戻しが入ってきて、まあ、長期足レベルでね、こう、ずっと切り下げてきてるのが、まあ、なかなかこう、まあ、日本としてはね、こう円安誘導していきたいんだけども、まあ、それがなかなか叶わないような、まあ、そんな状況にはなってます。これがね、まあ、来週以降、まあ、変わってくる可能性もあるので、まあ、そのあたりも注目して、まあ、ニュースもね、見ていったらいいかなと思います。はい。オーストラリア円ですよね。送っていただいた失敗エントリーはオーストラリア円です。で、売りのエントリーをして、マイナス18.5ピプスだったと。損切りが、直近の高値の少し上、利確が前回の安値の少し上、こんな感じですよね。オーストラリア、これ4時間足のチャートで、こういう波をってところで、このちょっと79円っていう切り板をに、ラインを引いて、ここのこの、まあ、戻り売りを狙ったんですよね。この1時間足で見ると、こんな感じのチャートになってます。この辺り揉み合ってね。他の、まあ、売りを狙ったか。で、おそらくね、エントリーしていただいたのは、この15分足なんじゃないかなと。で、こんな感じの切り下げ、切り上げか、切り上げラインを使って、まあ、ここら辺で、ここでエントリーしたと。で、直近高値、まあ、ここで損切られたんですよね。で、マイナス15ピップスだったということ。目線は下。戻り売りを狙いたいところ。ちょうど79の切り板がいい感じにラインが引け、さらに反転戻しのポイントだと。少し様子を見て、切り上げラインを使いエントリー。もう、残念。次は61.8%付近に注目してます。ということですね。ここで、まあ、この切り上げラインを使ってエントリーしたんだけども、このままこう上昇していったという感じですよね。これを、まあ、実際の、まあ、今のね、こちらのチャートに落とし込むと、こんな感じになります。89円っていうのが、このあたりですよね。で、まあ、いつもね、言ってますけども、まあ、チャートを見る際には、まあ、必ず上位足から、まあ、観察するっていうのが、これも鉄則ですよね。まあ、上位足、長い時間軸の、まあ、方向性っていうのは、まあ、かなり強い、意味合いを持っていて、例えばこう、まあ、長期上位足の水平線とかですね、サポートレジスタンスとか、まあ、そういったところには大きな意味があって、まあ、そこから反発する可能性っていうのは、まあ、強い、とても強いので、まあ、短期足でばかり見てるとね、その上位足の、水平線、値段っていうのが見えてこないのでね、まずは、まあ、どんなエントリーするにしても、例えば5分足のエントリーするにしても、もう上位足から見ていくっていうのは、もう基本中の基本なので、守ってもらいたいかなと思います。で、日足見るとこんな感じになってますよね。ドンとしてきたのは、ここでこう、まあ、揉み合ってると。単純にそんな意識づけがあればいいと思います。こんな感じですよね。
で、直近の、まあ、これ4時間足で見ましょうか。この直近の最安値。で、跳ね返されたんですよね。これ。まあ、日足で見るとこんな感じ。この場合最安値を、まあ、今は更新してこなかったっていうのが、まあ、一つの情報として、あると思います。なので、まあ、こういうレンジの最中にあるチャートにはなってますよね。これを4時間足で見ると、まあ、こんな感じになってると。まあ、直近の流れで、この、まあ、上側にある水平線から、こんな感じのね、まあ、下落を無視してきた、そんなチャートです。まあ、ラインを引くとすれば、こんな感じに、まあ、言うたれば、ここは、まあ、下降トレンドですよね。ここが、まあ、強力な、まあ、水平線として、まあ、80.5円ぐらいですよね。まあ、機能してるラインなので、まあ、そこからの下落を、今、こういう感じのチャートを作ってきたと。まあ、大きい流れは上から下に向かっていると。まあ、そんなさらかのチャートになっています。ただね、この直近の安値を更新できなかったことで、ここからの反発がね、今、ビュンと来てるような状況ですよね。まあ、前回は、このような動きをしました。直近最安値からこういう動きをしたと。それを踏まえて、まあ、1時間足を見ると、こんな感じになってます。で、エントリーをしてもらったのが、まあ、時間も書いてないんでちょっとわかんないですが、おそらくこの辺りですよね。1時間足。この辺りですよね。1時間足で、ぐんと、まあ、上髭をつけて、こう、戻されてきたって、まあ、陰線がね、ちょんと出たところ。で、ここを、15分足で確認して、ちょっと、あ、ここかな。この辺ですかね。この辺だと思います。はい。で、まあ、結果的にこう曲がってきて、損切られたと。そういったチャートにはなってます。まあ、ここで、まあ、気をつけた方がいいなって思うのは、今ね、1時間足で見ましょうか。1時間足で見ると、まあ、こんな感じのチャートになってて、まあ、直近の動きでね、こういう揉み合いを下に一度強く出たんですよね。これ前回揉み合った位置が、この79円って位置で、そこを下抜けてこう揉み合いを作ってからドンといったので、ここ、これを売りでエントリーするのはとてもいいですよね。これはかなり、まあ、いい戻り売りポイントだと思います。ここの、まあ、直近の揉み合いを、長期足の方向、上から下に向かっている中で、まあ、下方向に抜けてくれたので、まあ、欲を言えばこの辺りからね、こういう切り下げの動きを使って、こういうとこから打っていくと、まあ、かなりいいエントリーになったのかなという感じですよね。で、目標はやっぱり直近の安値に置くのがまあ一応セオリーなので、まあ、この辺りに置いていくと、まずこの下落っていうのは、まあ強い方向性を示してくれる場所ですよね。で、その後の動きっていうのは、結果的に、この、直近最安値、78.3円ぐらいから、ぐーっと、この下落をね、まあ、すべて帳消しにするような動きになったと。で、じゃあここでね、どういった感じで、ちゃんと見ていけばいいのかなというところになってくるんですけど、まあ、いつも言ってますけどね、この、長期足の水平線からの値動きっていうのは、まあ、特に注目したいですよね。まあ、このような感じ。まあ、ここで、まあ、売りの力を傾いてね、ドーンと来たんだけども、ここで、まあ、今現状の、まあ、底として機能しそうな、こういったまあ切り上げの形、まあ、ダブルボトムのような形が出ると。まあ、これ、結果的にまあ強い、まあ、上昇につながる。まあ、そんな前兆が、まあ、こういったところで、まあ、なんとなく見て取れるんですよね。仮にこれがまあ、ずっとこのトレンド、今のこの下落の波が続いていくとすると、強い上昇、強い下降を作ったきっかけの値段から、こんな感じのね、これまあ、トレンドの2点目というかね、そういった場面になるんですけど、これがこういうような形を見せて、ここからさらに、まあ、この辺りでね、
まあ、前回揉み合った、揉み合作った位置あたりで、ここで反応してぐんと下がってくるような、まあ、そういった形を作ってくれれば、まあ、トレンド、こういったトレンド、まあ、30分足でできたこういったトレンドに、まあ、乗っかってね、まあ、さらなる下落を見せていくようなチャートにはなると思うんですけど、まあ、今回に関してはこれをまあぐーっと上昇してきて、この波っていうのは、もうここでまあ終了してますよね。例えば、フィボナッチ、この下落に対しての、まあ、波の上下をやってみると、まあ、この辺りがね、ちょうど60.8%とか、ここから上抜けてくると、今この、まあ、30分足とか、まあ、例えば15分足とか、で見たときには、もうね、これ波が逆転してって、ここからもう上昇に変わっていく場所なんですよね。これ見てる足で、今、見てる足によって変わるんですけど、こう30分足とか1時間足とか15分足で見てると、ここから、この部分の、まあ、下落を、まあ、打ち消すような、ね、上昇の動きに変わっていく、まあ、集団、そういった集団心理が働く場所になってくるので、ここで、例えば1時間足、おそらく見て、観察していったのが、おそらく1時間足、なんですよね、もしくは15分足、そういったことを踏まえると、まあ、ここで売っていくのはちょっと今難しいですよね。仮にここでまあ売っていくとすると、15分足で見てみて、ここの、79円っていうラインが、まあ、もちろんね、直近でこう何度も何度も反応してるんで、まあ、ここをね、まあ、水平線として、使用するっていうのも、まあ、一つ大きな、戦略になるんですけど、ここを、この水平線が、まあ、意味を持ってるというのを、まあ、確認するために、ここで、まあ、反発して戻ってきた、下がってきた、この次の、もう一度次のこの戻しを狙っていきたいですよね。形で見るとすると、ちょっと、まく絵が描けないんで、ちょっとペイントにします。まあ、ここね、ここだと思ってください。で、こんな感じで、こんな感じですよね。で、これが、まあ、切り板79円だったと。で、今現状、これ強い、ここのね、よいしょ、こういう動きから、こんな感じの、まあ、直近のトレンドを、まあ、ブレイクして、この部分ではね、ちょっと強い上昇に、まあ、転じていきそうな場所なんですよね。まあ、短期足で見ただけですね。で、まあ、ここが79円っていう値段だと。で、仮にこれがね、この次、まあ、ここで、こんな感じのね、まあ、反応を見せてくれたとすると、ここから、まあ、下落する可能性っていうのは十分考えられると思うんですよね。ただ今現状のこの動きを見てると、これものすごい強い上昇。まあ、この下落に対してはまあ戻しと見れますけども、まあ、このダブルボトムからこう強い上昇を見せてきて、ここのまあ売りをまあ打ち消すような動きになったと。ここに関してはまあかなり強いまあ買いの勢力がいるんですよね。まあ、この動きを見ると、今、ここの波をまあ短期足で見ると、ここからこういう、チャートの動きをしていく、まあ、そんな風に見ていく方が自然な場所になると思います。ここの波がね、まあ、ここで、まあ、ゼロになってしまったので、まあ、次見るとすればこういう、もう少し大きい波ですよね。ここの、まあ、強い下落を作った頂点ぐらいからの、まあ、波を見てみると、この戻り高値付近がまあちょうど68%になるので、
まあ、このあたりまではね、強い上昇に転じていくんじゃないのかなと。まあ、そういった目線で見ていくといいのかなという感じの場面ではあります。なんかね、まあ、ここで、まあ、すごくいいのは、例えばこれ5分足とかで見ると、こういったところですよね。まあ、底値圏78.3円ぐらいのラインで、もうこんな揉み合いを作ってるんですよね。これ下がこの辺り。で、ここで揉み合いを作ってドンと下げて、ここまで来たと。直近、最安値まで来たと。で、そこでこれ何度か、こう揉み合いを作った後に、こんなまま切り上げつつ、結果的に、このまま底の、まあ、レンジを上抜けてきて、ぐんとした上昇につながったと。これ5分足ですね。ドル円の5分足。なんで、まあ、このあたりを、まあ、買いでエントリーするっていうのは、とてもいい戦略の一つになるはずです。78.6円ぐらいのラインを利用してですね。これ30%で見ると、こんな感じのチャートになってます。で、まあでもね、言うてもこの長期足の流れっていうのが、まあ売り、まあ、かなりね、まあ、強い下落のさなか、例えば週足とかで見て、まあ、強い下降トレンドの途中にいると。まあ、日足で見ても、ドンと下げてきて、ここでまあレンジを作っているような状況ですよね。なんで、まあ、何かしらのね、まあ根拠をつけて、売りでエントリーできそうな場所を、まあ、探っていくっていうのはとてもいい戦略になるんですけど、じゃあ今のこのチャートから、まあ、どこかね、まあ、売っていけそうな、まあ、近いチャンスになってくるのかなという感じで見ていくと、まあ、今の波の下落を作った頂点の位置ですよね。このまあ、効いてる水平線からの下落を見せてきたので、まあ、以前だったらこの辺り、次の前だったらこの辺り。で、今の流れだと、ここからのこういう波が出来上がってきたので、ここからね、こうちょうど線を引いてあげると、これ、まあ、綺麗なね、下降トレンドが、まあ、できそうですよね。この辺りで。ここまで我慢して、ここからの、まあ、売りエントリーっていうのは、まあ、とてもいい戦略になるんじゃないかなというふうに思います。で、この辺りにあるのがね、ちょうどね、ここの強い上昇を作ったきっかけの値段だったり、ここで、まあ、何度も反発を見せているようなラインだったり、ここでも、まあ、押し目を作ってますよね。まあ、安値を作ってますよね。これがちょうど73点、79.3円、4円ぐらいのラインです。で、以前もこういった揉み合いを作ってる、まあ、そこの値段だったり、こういったところでね、揉み合いを作ってるラインだったり、今のこのオーストラリア円の流れで、まあ、ここはね、まあ、意味のある値段じゃないかなと、まあ、そういった値段になってます。で、この流れを踏まえると、ここからのこういう、戻り候補として、まあ、とても機能しやすそうなんですよね、ここっていうのは。じゃあそこまでこの値段はどうなのかというと、まあ、ぐんぐん買い優勢で、まあ、この辺りまで目指すんじゃないかなと。まあ、ここの水平線ですよね。まあ、とすると、まあ、この辺りっていうのは、まあ、短期足でね、何らかの根拠をつけて、まあ、買っていった方が、まあ、チャンスは大きそうな場所になるはずです。まあ、線の引き方でね、まあ、どれが、絶対的な正解だとか、まあ、そういうことはないんですけども、今のここの部分を、例えばこう短期足30分足とかで見ると、この強い下落を作った頂点から、まあ、ここでね、まあ、トレンドをブレイクしているので、まあ、この波っていうのは、まあ、ひとまずお休みですよね。で、上位足の動きを見てみると、ちょうどこの1時間足レベルでこういうトレンドが、まあ、今できそうな場所。それがちょうど、ここの、まあ、意味がある水平線と、まあ、ちょうどマッチしていると。で、このぐーんと下落を作った、今、まあ、エントリーするんだれば、まあ、ここはちょっと、ここでもまあ悪くないと思うんですけどね。
ただまあ、FX のエントリーはね、じっくりと我慢して、ちゃんとした形になったら、エントすればいいので、こういう動きを見て、まあ、このあたりエントするとかね。もう少し、はっきりとした反発を見した、まあ、このあたりで、まあ、短期足で見ていって、この79.35付近の値動きから、売っていくチャンス。こういう切り上げラインを使って売っていくチャンスっていうのを、まあ、狙っていくと、とてもいいチャンスになるのかなという感じです。はい。戻りを狙いたいところだったりね、この切り板付近の値動きだったりっていうのは、まあ、チャートを見る上でね、とてもいいものなんですけども、ここの、まあ、切り板、もちろんね、値が進んでいくときっていうのは必ず、動きやすい値段なんですよね。動きやすい値段なんですけども、この水平線の意味合いっていうのは、まあ、短期足で見れば見るほどね、ここが本当にこう機能するのかっていうことを確認するために、まあ、何度かこう、その値段付近で、まあ、2度3度、こう反発、今現状の動きで2度3度、まあ、反応を示した後に、この、こうやってね、まあ、チャンスを見つけていくっていうのが、まあ、とてもいいですよね。まあ、このような感じで、まあ、機能してくれたとしたら、まあ、それは、明確なエントリーチャンスになると思います。ただ今回の動きが、ここからね、まあ、こういう動きから、ちょうどこの、まあ、79円で結果的に、これ、サポートされて上がってきましたよね。ここですよね。で、ここで、まあ、買いのエントリーするっていうのは、とてもいいと思います。ただもちろんね、上にね、この水平線があるっていうのを前提として、まあ、エントリーしなきゃいけないので、まあ、短期足で小さく取るイメージにはなってくるはずです。今この流れはね、もう結構かなりいいと思うので、まあ、この辺りに損切りを置いて、まあ、例えばまあここでエントリーしたとしましょう。まあ、損切りが33ピップスですね。で、まあ、損切りを、あ、損切りじゃないわ。利確目標を、まあ、ここにしてもいいと思うんですけど、まあ、安全に、まあ、この辺り35ピップスぐらいに置くと、まあ、1対1のエントリーにはなると。で、まあ、下降トレンドの、まあ、3点目。プラス、ここの水平線ですよね。やっぱそのエントリーに際しては、まあ、より強い水平線っていうのが、意味合いを持ってくるので、そこの水平線、もちろんこの79円っていうのも意味あるんですけどね。あるんだけども、今この、チャートの動きから波の形状を観察すると、ここのね、まあ、急上昇、ドンと下げて、ドンと上がってきたっていうのを見ると、ここで、まあ、サポートされる、まあ、機能するということを考えていったときには、ここでね、もう一度こう反応してから、そこをまあ狙っていく、打っていくっていうのが、良かったかなと、ここですよね。ここでまあ何度か反応した後に、まあ下落をするっていうところをまあ狙っていけると、まあ、いいエントリーになったのかなという感じですね。もしくは、このあたりのね、まあ、何かしらの水平線の根拠をつけて、この辺りね、こう反発を見せてくれたら、ここから、まあ、トレンドのね、まあ、1、2、まあ、3点目として、この下落を狙っていくとかね。まあ、基本に忠実にね、まあ、見ていってもらえたらいいかなと思います。はい。今回の話は以上です。まあ、参考になれば幸いです。それではまた更新します。ありがとうございました。